インボイス開始早々、様々な混乱が生じています。<music> こんにちは、長井です。多くの反対署名も虚しく、ついにインボイス制度が始まってしまいました。制度への理解が進まないまま、見切り発車の様相を提示していますが、早速、いろんなトラブルが発生しています。こんな状態で、本当にインボイス制度は定着するのか、そのように心配になってしまいますが、今回は、 視聴者の皆さんがなるべくインボイスに悩まされないようにするために実際に起きてしまったトラブルとその対処方法について分かりやすく解説していきたいと思います。今回ご紹介するトラブル5選、こちらになりますね。上3つがあなたがインボイスを受け取る側ですね。インボイスがなければ売上げの消費税から差し引くこと、つまり仕入れ税額控除ができないので困ることになるんですけども、ただあなたが当面会員課税、それから経過措置の最初の3年間ですね。 二割特例を使うと。そういった方は、当面、この三つは気にしなくてもいいということにはなります。で、受け取る側のトラブル。まず一つ目として、インボイスがそもそももらえないんですけど、どうすればいいのというところ。それから、もらったインボイスについて、t から始まる番号、インボイス公表サイトで検索したんだけど、出てこないんだけど、どうすればいいのと。インボイスとして扱っていいのというところですね。そして、結局、9月までに仕入れ先と。 もしくは外注先とちゃんと交渉せずにインボイス制度が始まってしまって取引価格が曖昧なまま揉めてしまったと。もしくは揉めそうだと。そういったご相談ですね。そして下2つはあなたがインボイスを発行する側。これはインボイス発行事業者全員が対象となるものでもあるんですけども間違ったインボイスを発行したんだけどどうすればいいのというところ。それからうっかりしててインボイスの発行の準備ができてませんでしたと。そういったトラブル、ご相談ですね。このあたりについて 解説していきたいと思います。まず、あなたがインボイスを受け取る側ですね。それの一つ目。インボイスもらえるはずなんだけど、もらえないんですがどうすればいいんですかというご相談ですねで。そもそも確認していただきたいんですけども、仕入れ先、外注先が免税事業者の場合は発行できないということなので、そこは再度確認してください。あらゆる事業者からインボイスがもらえると、そういうわけではないので気をつけてくださいということで、 当然相手が免税事業者でインボイスを発行できなければ仕入れをするあなたの方で仕入れ税額控除取れないので経理処理注意してくださいということですね。まあ、ただ繰り返しになるんですけども簡易課税2割特例を選択する場合はこの辺気にしなくていいですよとインボイスもらえなくても大丈夫ですよということですね。それからこれは以前の動画でも解説したんですけどもは こうする側たとえ10月に請求書をもらったとしてもそれはインボイス制度の対象ではないとつまり従来の請求書で問題ないので特に仕入れ先にインボイスを要求することは不要ですのでその点も気をつけていただければと思います10月1日からインボイス制度が始まるというのは売り手の売上の計上時期が 9月までか10月以降かというところで判断されるので、売り手の売上計上時期が10月以降でなければ、たとえ請求書が届いたのが10月になってからでも、インボイス制度対象外ですよというところですね。この辺も改めて確認していただければと思います。それから、仕入れ先がインボイス発行事業者であることは確かなんだけども、きちんとした要件を備えたインボイスを発行してくれないと、そういった場合ですね。まあ、登録番号を記載していなかったり、 消費税額が明記されていなかったりということですね。改めてこちらのように、従来との請求書の違い確認していただきたいんですけども、従来の請求書に加えて、消費税率、消費税額、それから登録番号ですね。この辺を明記しなければならないということですね。ただ、消費税率、消費税額については、従来の請求書においても、 明記されているというケースは多いのでその場合は登録番号が追加されていることだけ確認すればいいんですけども、まあ、それらが漏れているといった場合それからそもそも仕入れ先が課税事業者でインボイス登録事業者であるというのは聞いていると、まあ、ところが登録番号が記載されていないとそういったケースですね。 その場合は、ケースとしてはそれほど多くないんですけども、相手がうっかり登録をしてなかったと、相手が課税事業者であるにもかかわらず、登録をしていなかったと、そういったケースですね。その場合は、ちゃんと登録してくださいねと。そのように言うことも一つかと思います。いずれにせよ、不明な場合は、仕入れ先にきちんと問い合わせるようにしてください。ただ、思い出していただきたいのは、インボイス不要取引ありましたよね。それから、奨学特例のケースもありと。奨学特例というのは、 売上高1億円以下の事業者が行う税込み1万円未満の仕入れ取引ですね。そういったものは経過措置として始まってから6年間はインボイスが不要ですよと。そういった規定もありますので、そのあたり過去動画で詳しく扱っておりますので、そちら確認していただいて、インボイス不要取引の場合は当然インボイス保存しなくてもいいので、仕入れ先にインボイス請求することは不要ですよと。 続いてもらったインボイスについて、まあ、ちゃんと T から始まる13桁の登録番号が記載されていたということですね。でインボイスを初めて受け取った時はですねその T から始まる13桁の番号インボイス公表サイト、まあ、これ国税庁のサイトなんですけどもそこで検索をしてちゃんとその事業者がインボイス登録されているかというのを確認する必要があるんですけども検索したんだけど出てこないんだよなということですね。 まあ、ちなみに、検索は登録番号で検索をかけることになります。で登録番号を入力して、検索ボタンを押しても出てこないといった場合ですね。で、法人に関しては、法人番号がそのままインボイス登録番号に流用されるので、たとえ、インボイス登録手続きが終わってなくても、登録番号がわかるので、先駆けて、従来の請求書に登録番号を追記すると、まあ。そういった事業者も多いかと思うんですね。よって、登録手続き完了より前に、 イインボイスを発行してしてまう、まあ、そうういったケースも見受けられるようですその場合は事後的に公表サイトで登録番号を確認すればよいというふうに個人的には思います、まあ、ただ何度か確認しても公表サイトに出てこない場合は仕入れ先に問い合わせることをお勧めしますそれからあなたがインボイスを受け取る側の3つ目のトラブル相談ですね取引価格を曖昧にしたままインボイス制度が始まってしまったと いうことですね。取引価格を据え置く場合には、課税事業者側で一部、または全部、消費税部分を負担することになりますし、免税事業者にとっての売り値を引き下げると、値引きをすると。まあ、そういった場合は、免税事業者が負担することになるということなんですけども、その辺きっちり取り決めをしてなかったということですね。でいざ、インボイス制度が始まって、実際の支払いをする際に揉めてしまう。まあ、こういったケースもちらほら見受けられます。特に従来、税込みいくら、税抜きいくらという、 価格の取り決めを行ってない場合ですね。まるっと取引価格いくらと。単にそれだけ、まあ、例えば契約書ですとか請求書に記載されているような場合ですね。その場合に曖昧になりやすいということですね。この辺に関しては、まあ、きちんと交渉するほかないかと思います。結局、インボイス制度はいくらで決済しますよというところですね。その辺の取り決めを行うと。そういった方法しか ないいかと思いますよって改めて取引価格曖昧な場合はちゃんと話し合って決めていただければと思います続いてあなたがインボイスを発行する側ですねその場合のトラブルということでまあこれは非常にシンプルですね間違ったインボイスを発行してしまった不備があるインボイスを発行してしまったということですね、まあ、その場合基本的には受け取った側で修正することはできません従来の請求書では一部受け取った側で修正したりということは可能だったんですけども インボイスはそれができませんということですね。よって、修正後のインボイスをもう一回発行してしまうと。まあ、それができるのであれば、一番望ましいんですけど、もしくは、まあ、なかなかお客さんにお願いするのは難しいかもしれないんですけども、仕入れた側のお客さん側で、仕入れ明細書を発行して、売り手であるあなたの承認を得ると。そういった方法でも問題ありません。まあ、このあたりは、日々のお客さんとのやりとり、それを踏まえて決めていただければと思います。そして、これもあなたが発行する側の場合ですね。 バタバタしていて、インボイスの発行の準備ができていないと、そういった場合ですね、まあ。パソコンやシステムで請求書を作っている場合は、そのマスターを変えればいいんですけども、店舗のレジや領収書についてインボイスの発行の準備ができてませんでしたと、インボイスを即発行できるような状態ではないですよといった場合ですね。その場合は、まあ、とりあえず手書きで乗り切ってくださいということですね。登録番号、消費税額、消費税率、それを明記しておくと、それを 請求書や領収書に明記するということですね。まあ、インボイスは手書きでも問題ないので、とりあえずそのようにして乗り切っていただければと思います。まあ、特に登録番号ですね。t プラス13桁。まあ、これ毎回お客さんにインボイスを渡すたびに手書きにするというのは面倒なので、まあ、登録番号のハンコについては作っておくことをお勧めします。まあ、少し前のニュースでも話題になってたんですけども、ハンコ屋さんがこのインボイス特需で大忙しというのが話題となっていました。ま,あ、まだ少し はんこ屋さん混んでる可能性はあるんですけども店舗などで都度領収書を発行しているよとそういった事業者の方は登録番号のハンコを作って当面は乗り切るとそういった方法がよろしいかと思います以上がまだインボイス制度が始まって1週間も経っていないんですけども私の方に寄せられたトラブルですとか相談その内容と対応方法ということでお伝えしました他にもこのようなことを解説してくださいということがありましたら ぜひコメント欄にどしどし記載していただければと思います。いつも高評価やコメントありがとうございます。今後もこのような税金に関するお役立ち情報をどんどん配信していきますので、見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。